はい、こんにちは、めいめいチャンネルです。はい、今日はね、何の動画かと言いますと、ちょっとね、ツイッターとかも結構上げて、結構じゃないな、ツイッターに上げたんですけど、まあ動画投稿はしてないんですけど、文章でね、上げたんですけども、ちょっと今日はね、悲しいお知らせというか、をお伝えしていきたいと思います。皆様、最近ね、まあ寒くなったり暑くなったり、まだまだね、気温が激しい状態で、まあ体調管理にはね、しっかり気をつけていただき、皆様ね、今後ともね、感染対策と、手うがいはしっかりしていただくようによろしくお願いいたします。そしてツイッター、インスタ、TikTok、YouTube、アメーバブログやっております。すべてめいめいチャンネルでね、統一していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、改めましてこんにちは、めいめいチャンネルです。はい、最初にも言いましたが、今日はちょっと悲しいお知らせをね、したいと思います。はい、今までね、最近、年いった16年目に入りました、チワワちゃんにね、ついて、ちょっとお話、お知らせをしようかなと思います。はい、ここね、最近1週間ほど前ぐらいから、ちょっと足腰も汚れ出してまして、ちょっとね、目もね、おかしくて、ご飯も急に食べへんなってきてたので、ちょっと病院行こうかっていうことで、病院行きまして、ちょっといろいろ調べていただきまして、まあ、って言っても、エコーさせてもらったんですけど、血液検査と。まあ、結果、まあ、ざっくりね、説明すると、お腹に、しこりができてまして、おそらく悪性やろうと言われまして、まあ、もう16年と50日っていうことで、もう大きい検査はしないと、なりまして、まあ、1ヶ月1回ね、もう投稿しているので、それを見てくださってる方は多分ご存知やと思います。はい。それで、そっから病院行って、点滴帰ってきたら、もう全く、その前、前日、前々日ぐらいからもうご飯は全く食べんようになってまして、もう水も飲まなくなってまして、はい。そして、まあ病院帰ってきて、まあ、しこりがあると。まあそっからもうご飯も全然食べてなくて、まあ、とりあえず帰ってきたらそう聞かされまして、私その時ね、仕事やって10時、夜の10時に帰ってきたんですけど、その時が仕事でして、はい、まあ、親からもう食べないわっていうことで、点滴ね、3日間来てって言われてたんですけども、どうしようかっていう話した結果、もう16年目やし、もうこのまま見とろかっていうことで、点滴は1日だけにして、まあ、あとは、もう家でね、もう自由に過ごしていただくことになりました。はい。そして、もう全く餌も水も飲まず、ということで、ちょっとね、スプーンでね、帰ってきたらあげたら、水だけはね、飲んだんで、水をね、ちょこちょこあげてて、その次の日にはシリンジとかね、栄養剤とか買って、注射器でね、シリンジであげてたんですけども、ね、願いは届かず、病院行ってから、その4日後、令和5年、5月12日、午前、10時半、ね、うちの、飼っている愛犬、モアちゃんっていう名前のね、チワワちゃんが、亡くなりました。はい。まあ、もう見とろってことでね、もう2日、その病院から検査を受けて帰ってきて、この4日間、まあ1日目はそんな仲がなかったんですけど、2日目、3日目、もう晩がすごくて、ギャーン、ギャーンってずーっとね、もうほんまの最後の力を振り絞った声で、痛いのか不安なのか、もう言うてね、寂しがり屋さんやったんでね、はーい、もうそんな感じで、もう、はい、もう、あかんなーって言ってて、もう最後のね、3日目ぐらい、もう3日目には、3日目の朝に1回水飲んで、その晩から、いや、3日の朝か。朝から、もう水飲ましたら、わーって全部ね、上から嘔吐、3回ぐらいしまして、その3日の夜中には、もう親が一晩中寝れ、
寝れなくて、もう一晩中吐いて、ギャンギャン泣いて、もうそんな感じで、はい。もう、しんどかったんでしょうね。はい。まあそんな感じで、その3日の晩3時ぐらいから、肩呼吸、もう深い呼吸をしだして、まあ私がちょうど夜勤やったんですけどね、その明けに帰ってきて、まあうちの姉も来て、その1時間半後、姉が9時過ぎに、朝の9時過ぎに来たので、その1時間半後に、永眠されちゃいました。はい。もう本当に辛くて、まあ、ちょっとね、2日間ぐらいショートカットとかね、動画を休みにさせていただきましたが、ね、昨日からちょっと動画再開させていただいております。皆様、本当にご迷惑をおかけしてすいませんでした。そしてね、今まで、このワンちゃん動画、見ていてくださった、皆様、温かい応援、そして温かい、何ですか?お声をいただき、本当にありがとうございました。まあ、ね、ふーちゃんに引き続き、まあ、チワワ愛犬がね、亡くなっちゃいましたけども、今後とも、この YouTube、めいめいチャンネルは動物をメインにして、もう一匹のワンちゃんを動画撮影、またしていこうかなと思っていますので、今後ともね、めいめいチャンネルをよろしくお願いいたします。はい。ということで、無事にね、お葬式も終わって、っていうことで、ちょっとごく一部ね、その動画を、見ていただきたいと思います。ちょっとね、チワワちゃんのね、最後の顔をね、お見せしますが、もし嫌な方は飛ばしていただいて結構です。それでは、どうぞ。というのでね、まあ、あれからだいぶ日にちは経ったんですけどね、はい、ね、まあ、なんと言ったらいいんですかね、もう言葉が出ないです。ただ、私も、めいめいチャンネルもですけど、親もそうなんですけど、もう悔いはないと、もうこの子にとっては、天敵3日間いてね、もし、たとえ食べれたとしてもですよ、もう手術もしこりもあって、手術もしないのに、結局、苦しめるだけやし、ね、私のチワワちゃんは、痛いのとか嫌いだったんですよ、すごく。もう自由人で、もう自分の好きにさせてくれっていう人なんで、気がきつい子やったもんね。もう私たちはそれでよかったかなと思っております。そして、もう、ちょっとごめんなさいね、お部屋も動かしますが、はい、もうこうやってマットレスも全部取って、ゲージもなくなりましたね。またね、位牌とかね、お骨もあるんですけども、ちょっとまたそれはね、落ち着いたらお見せしようかなと思います。はい。ということで、今日はこんな、ざっくり動画になりましたが、この辺でね、以上とさせていただきたいと思います。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは、また次回動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あ、そう、みんな、ありがとうね。本当に、もーちゃんのね、1ヶ月動画、毎日見てくださった方、本当にありがとうございました。そして、今後とも、めいめいチャンネルの方、よろしくお願いいたします。で、あとね、気になる方は、1ヶ月1回、チワワちゃん動画ね、投稿していますので、もしよければ、チャンネル登録、コメントの方ね、よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。じゃあねー。